ドラゴンボールを集める悟空の前にレッドリボン軍からの刺客タオパイパイが現れる。最強の殺し屋を前に一度は勝負に敗れるも、カリン島でパワーアップを遂げた悟空は再度タオパイパイに戦いを挑むのであった。おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいのか。ドラゴンボールは渡さねえ。おめえなんかにゃもうやられねえ。おめえは素手で倒す。この世界一の殺し屋タオパイパイ様を素手で倒してやるだと。そうだ、おめえみてえの悪いやつはこの手で直接倒さねえと気が済まねえんだ。つまらんギャグを言いおってガキがお調子に乗るとこうだからな。いいから堂々とかかってこいよ。終わりだ。おいけえ。やったー。ガクーさん、すごい。くそガキだと思って手加減してやればいい気になりよって。なんだと貴様、3日前とは動きがまるで違う。どういうことだ。ほら、隠れたわけじゃねえ。塔のてっぺんまで登っていったんだ。聖地カリン、まさかお前を修行したというのはカリンという仙人じゃないだろうな。そうだ、よく知ってんな。ただの古い言い伝えだと思っていたが本当にいたとはな。面白い。健康のためにたまには軽く運動でもしてみるか。さあ。あの父ちゃんの仇は絶対取ってやっかんな。こしゃくな。危ない。ご母さん。私が悪かった。許してくれ。こしゃくな。お願いだ、許してくれ。引っかかったな。さらばだ。死ねえ。おのれ。
よし、ウッパはここで待ってろ。きっとドラゴンボール全部集めて父ちゃんを生き返らしてみせる。やったぞ、ピッコロとオラとの対決だな。おめえをぶっ倒すまでオラ死ぬもんか。